今日は小枯らし1号が吹かなかった関東ですが宇野澤さん、うん、11月中に小枯らし1号関東は可能性ありそうでしょうか可能性としてはあるかなっていうところなんですよ<あ>ちょっとまず気圧配置見ましょうか、はい、ではこちら、上の段が26、27、28、下の段が29、30、12月1日という形なので12月1日になってしまえばもう小枯らしとは言わないのではい この5枚の鉄棋室の中で、うん、冬型である必要性がありますよと、はい、冬型でであるのはここですよと,とです、ね、気圧配置は冬型であって西北西から、うん、北のお季節風が8メートル以上観測される場合ということも考えられます。 っていうのでその可能性としてはこの30日が最も高いかなという感じがするんですよ、うん、ただね気圧の傾きなどを見てみるとちょっと東寄りになってしまう可能性があるんですね、はい、そうすると風向き的に NG なんです、ね、そうですね、うん、定義に当てはまらなくなってしまいますねなのでねちょっとこの辺りまあその可能性として一番高いのはここかなってまずいってもう1点は26から27の間なんですけど、はいはい 27日になるともう完全に抜けちゃってます<ー>で、この間に一時成功到底になるタイミングがあるんですよ、はいうんだから26の深夜から27日にかけてというところで、ねはい、その時に条件があれば、まあ、同じ1号ということで発表されるかもしれません、ただし全体的に言うと可能性が最も高いのは30日間というところですね。はい ありました。この等圧線の数見ててもね。ちょっと混んでいる様子もありますので、うん、風は吹きやすい状況ということにはなりそうですね。す今後のお天気も要注目となりそうです。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。<music>